さて、おはようございます、本日は10月22日日曜日ということで、朝の米子城に来ております。ダイヤモンド大山を見れるはずだということで、せっかくこっちに住んでるから見に行こうと思います。米子城はというと、今錦江沿側から上がれなくて、三の丸側から上がっていくのが正攻法なんですけど、ちょっとね、ライトアップもされてるからそっち側から行こうと思ったんですが、多分人もちょっと多そうだったので、裏側、中海側から上がっていこうと思います。裏側の入り口から行きましょう。ウォーキングされている、おばさまが、なんで今日は人が多くて車が多いんだとびっくりされてましたけど、案外地元の方でも知らない穴場イベントなのかもしれません。東屋、こっちから登ると距離は長いのでちょっと大変なんだけど、勾配はこっちの方がちょっと緩やかだった気がする。まあ、夜の山道ちょっと怖いけど、ホラー感があるけど、まあ、ここはお城なのでなんか出るかな、タヌキが出るかもしれない。イタチとかハクビシンとか、苦しいないか、お地蔵様があります。大山寺山頂です。天守閣です。あ、天守閣なかった、本丸です。こちら側も綺麗に見えますね。大山とご対面です。方が続々と上がってこられています。本丸です。いや、綺麗ですね、こっち見ると。街がよく見える米子城、素晴らしいですね。